みんな見てね。それでは素敵にご登場いただきました、パラリンピアンでもあり車椅子ユーザーの若山秀文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速自己紹介からお願いします。はい、先ほどもご紹介いただいた通り車椅子ラグビーという競技をしています、若山秀文です。現在は所属が静岡銀行の方で所属をさせていただきながら、車椅子ラグビーという競技を優先に、させていただく形で、現在も、やらせてもらってます。2021年には東京パラリンピックもありましたので、はい、皆さんもね、あの活躍を見ている方多かったんじゃないかなと思うんですけれども、良かったですよね。ありがたいですね、はい、多くの方に見ていただいたので車椅子ラグビーを初めて知ったっていう方もたくさんいらっしゃいましたし、で、今まで変わらずに応援していただいている方からもいろんなメッセージであったりとかもいただいたので、本当にすごく自分たちとしても素晴らしい出来事だったなっていうふうに思いますし、こうやってこう地元、日本でっていうところで開催していただけたことにはすごくありがたく思いますし、また新たなファンといいますかね、そういうふうに知っていただいた方が増えたってこともすごく嬉しい出来事でした。そうですね、実際に和歌山選手として、やっていらっしゃると思うんですけれど、はい、東京パラリンピックの思い出とかありますか？そうですね、思い出っていうと、もう本当一つ一つの出来事といいますか、本当一戦一戦っていうところもそうですし、負けた試合も勝った試合もすべてすごくいい出来事でもあるんですけど、やっぱり選手村であったりとか、そういったところでこう多くの、ボランティアの方がすごく毎日一生懸命働いていて、でなおかつその忙しい中でも、僕らその選手が来た時にはこう笑顔で、頑張ってねってこう送り出してくださったりとか、帰ってきた時にはまたそこも笑顔で迎えてくださったりっていうのがもうすごく僕は思い出に残っています。ありがとうございます、はい、では和歌山さんがこの車椅子ラグビーどのようにして出会ったのか教えてください。そうですね、僕はこの車椅子ラグビーという競技がですね、一部でこうマーダーボールなんていう風に呼ばれてたりもするんですけど、そのマーダーボールっていうと、本当に直訳すると殺人球技っていう、恐ろしいものにはなってしまうんですけど、それでもそのマーダーボールと呼ばれてるというところで、そのマーダーボールってタイトルの DVD があるんですね。その DVD を僕がですね、昔、リハビリ施設で入所しているときに出会ったその入所者の方に聞いて、こんな競技があるよと。で、その僕らの障害でも、その競技を始めることができるよっていうふうに聞いて、そのマーダーボールっていう DVD を見てですね、本当に実際にこの競技があるってことも知りましたし、本当に自分がこの競技で、その、パラリンピックであったりとか、世界を目指していくっていうふうになることができたときに、この競技を始めたいなというふうに思いました。実際やってきてよかったことたくさんあると思うんですけれど、いかがですか？はい、そうですね、本当にやっぱ試合に勝った時は めちゃくちゃ嬉しいですし、そういったそのなんか何かの大会でこう優勝したとか、そういうたくさん本当嬉しいことあるんですけど、それでもやっぱりこの競技を通じていろんなその人と人のつながりが増えた時であったりとか、それこそ今で言うとチームメイトであったりとか、もうかけがえのないような
仲間の存在であったりとかもあるので、やっぱりそういったこういろんな方に出会うきっかけになったっていうのはすごく嬉しいですね。やってきて大変だったこともありますか？まあ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 ありますね。そうですよね。まあたくさんありますけど、まあ本当にね、僕がなかなか練習であったりとか、まあ練習が好きじゃないっていう風になってしまうとなかなか難しい部分ではありますけど、まあ練習よりも試合が好きだっていうところで、まあ練習なかなか大変な部分もありますし、まあ僕今静岡に住んでるんですけど、だいたい2時間ぐらいかけて、練習場所がある東京に行ったりとか、まあ神奈川に行ったりとかっていうところもあるので、まあそういったところはなかなか、まあ大変ですけどね。まあでもまあ、この競技が楽しいから、やっぱそうやって続けられてる部分もあるので、まあ楽しみつつ、でもまあ、大変だな、みたいなふうに思う時もあります。そうですよね。はい。ですか、和歌山さんは、中途障害で車椅子ユーザーになられたと思うんですけれど、はい、やっぱり車椅子ユーザーになって、うん、大変だったこと、変わったことってたくさんありますよね。いかがですか？そうですね。まあ、本当に一番っていうところでは、まあ、今までこう段差であったりとか、まあ、何かそういったものをこう気にせず、まあ、好きなものを食べたり、好きなお店行ったりっていうことができていたのが、まあ、やっぱなかなかこう場所を選んでいくようになったっていうのは一つ、まあ大変に感じるというか、まあだからバリアフリーのお店が別に行きたくないお店っていうわけではないんですけど、それでもまあこう、あ、このお店行きたいなとか、この場所行きたかったなっていうところにこうなかなか段差があって行けなかったりとかっていうのはあるので、こう行くところを選んだりとか、やっぱりそういったところはまあ少し大変なのかなとは思いますね。ありがとうございます。では車椅子ラグビーの魅力が先ほどからもちらちらと出てきていたんですけれど、改めて車椅子ラグビー、どんな魅力があるか教えてください。そうですね、まあ本当に最初見てもらったらもうすぐ目に入ってくるのが、やっぱりその車椅子同士の激しいコンタクトの、部分にはなってきます。でやっぱりそれが一番の魅力だとも思いますし、まあ、他のパラリンピックスポーツにはない車椅子ラグビー独自のものでもありますし、で、まあ、まずそこで近くに入ってきて音を感じてっていうところも一番なんですけど、まあ、そこからまたさらに進んだところになってくると、こう選手同士の掛け合いで相手を抜いていくところであったりとか、こうすごく時間を計算してどういうふうに自分たちが勝つために最後トライを取っていくかっていう、そういうなんかこう細かい戦略なんかもすごく見てもらえると、より一層楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。そうですよね。今回パラリンピックで初めて見たという方もね、はい、もちろんいらっしゃるでしょうし、うん、ですか、やはりそうでなくてもいろいろなところで試合を見る機会って私たちあるんでしょうか？今後そうですね、まあコロナ禍でなかなか試合ができてない部分もあったんですけど、今後はどんどんきっとですね、日本選手権の予選であったりとか、まあ、それこそ日本選手権であったりとか、あとはまあ細かい試合なんかも順次予定されてはいるので、今後はまた皆さんが実際に生で見ていただけるような機会も増えるんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱり生の良さっていうのもありますからね。そうですね、特に僕らの車いすラグビーはやっぱりその音であったりとか、そういうものを実際に感じていただける方がより楽しんでいただけるんじゃないかなと思うので、はい。ぜひね、ありがとうございます。はい、では私たちハビリスエージェンシーは車いすユーザーの働く幅であったり、うん、活動の幅が広がっていったらいいなと思って活動しているんですけれども、うん、車椅子ユーザーが企業の中で
働きやすくなるために必要なものであったり、まあ、活動の幅が広がるために必要なことであったり、それはどんなものだと思いますか？まあ、お互いを理解し合うっていうことがまず一つ大事なのかなと。まあ、これはまあ僕らもその競技環境であったりとか、まあ、僕らチームスポーツなので、やっぱりそのお互いを知るってことが一つ大事になってくるんですよね。やっぱりその戦術進めていく上で、まあ、この選手だったらどのぐらい動けるかとか、どのぐらいパスが飛ばせるかとかっていうところにも、寄ってくるんですけど、まあ、これってすごく似ていることだと思っていて、やっぱりその例えば高いところに物を置かれちゃうと、まあ、届かない、まあ、でもそれをこう低いところに置いてもらえれば、まあ、僕らでもできるようなことにつながると思いますし、まあ、じゃあどうしてもそこに置けないからここに置いてるっていうことであれば、まあ、そこはまたコミュニケーションですよね。まあ、僕らもこれ試合の時によくコミュニケーション大事だって言うんですけど、しっかりその意思を伝える、まあ、やっぱりその高いところのものが取れないのであれば、まあ、それは取ってほしいっていうふうに伝えることも重要ですし、まあ、何かこう待つだけではなくて、まあ、自分からも何かこうアクションを起こしてコミュニケーションを取っていくことで、それが自分の意思が相手にも伝わるし、相手も自分に対してそのコミュニケーションを取ってくれることで、またその次につながっていくようなことにつながると思うので、やっぱりそういったところがすごく大事なのかなと思います。ですね。そのチームとして車椅子ラグビーの中でもそうだし、うん、それって社会の中で全てに通ずるものですね。はい。それでは若山さん、今後の目標を聞かせてください。はい。まあ、今、そうですね、まあ、昨年東京パラリンピック行われたんですけど、まあ、その東京パラリンピックもですね、延期になってしまったというところで、まあ、僕らその4年おきに世界選手権があるので、こうパラリンピックと大体2年間隔でこうパラリンピック、世界選手権、パラリンピックっていうのが来るんですけど、まあ、その世界選手権が本来であれば2年おきだったものがもう今年になっているんですよね。まあ、なので直近で言うと、その世界選手権にまず出場して、まあ、一応世界選手権前回日本優勝してますので、まずは連覇っていうところも一つ掲げている目標ではありますし、やっぱりそのパラリンピックっていう大きな大会で言うと、また次パリには開催されることがあるので、やっぱりそういったところをまた目指して、やっていきたいなと思っています。それでは最後に、この動画をご覧の車椅子ユーザーの方、そしてそうでない方も見ていますので、皆さんに一言お願いします。はい。まあ、今日は本当に車椅子ラグビーという競技をメインで、ご紹介させていただいたんですけれども、またですね、この車椅子ラグビーというものをですね、また皆さんの近くで見れる機会があれば、ぜひ実際に会場に足を運んで、その音であったり衝撃というものをですね、感じてもらいたいですし、まあ、ぜひですね、その車椅子ユーザーというものをですね、こう皆さんと一緒にこういい世の中を作り上げていくために、まあ、僕らも積極的に行動していますので、まあ、またそういうことがあった機会には、ぜひ皆さんにお助けいただけるとありがたいので、そういったところでもぜひ皆さんと一緒に世の中を暮らしていけたらいいなと思っています。ぜひよろしくお願いします。今日は車椅子ユーザーであり車椅子ラグビーの選手である若山秀文さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。